クラブハウス NTT コミュニケーションズシャイニングアークス東京米浦安は千葉県浦安市及び周辺地域をホストエリア宮城県仙台市をセカンダリーホストエリアとしてジャパンラグビーリーグワンに所属しているラグビーチームである NTT コミュニケーションズシャイニングアークスは1976年総部の日本電信電話校舎東京支社ラグビー部を母体とする 1999年の NTT 再編により NTT 東京ラグビー部と NTT 神奈川ラグビー部が統合し NTT 東日本ラグビー部が発足その後2007年7月1日に NTT 東日本ラグビー部は NTT コミュニケーションズラグビー部として活動開始した2009年にはトップイーストリーグを制覇し2010年には念願の トップリーグに初の出場となった。2021年7月16日、新リーグ、ジャパンラグビーリーグ1の一部リーグに振り分けされることになった。最上位リーグな司会リーグ2021年度のスコットは次の通り。太とは今年度からの新加入選手、ありがとうございます。